ゲージの雰囲気が変わったわね。綺麗な場所。せっかくだし、ちょっと気分転換になるものを用意しておいたわ。リフレッシュしたら、もう一頑張りも効くようになるわよ。気が向いた時に遊んでみてね。ずっと砂ぼこりがひどかったから、なんだかすごく空気がおいしいわ。それはさすがにおかしいんじゃないかしら。これがこのケージの記憶みたい。この武器は、日本刀みたいね。
お侍さんのお話かしら。早速見てみましょうか。男が誰かに話しかけている。その座敷には大名たる彼以外に人の影はない。大名は見えない相手に対し、先の任は大義であったと口にした。少しためらうように男は目を細めてつぶやく。引き続き頼むぞ。壁を隔てた影の中、そこで一人の女が男の言葉に耳を傾けていた。人相書きを懐に収め、静かに立ち上がった女は冷淡な声でただ一言、承知と答えた。厚い雲に覆われた空とは裏腹に、城下町は人々の活気にあふれていた。道を行く親子が目に留まる。それはわらしがあまりにまぶしく笑っていたからか、もしくは己が命が暗闇に馴染みすぎたのか。胸のざわめきを振り払い、女は死骸を目指す。女の視界に銀がひらめく。眼前に現れた辻斬りを見て、女は薄く笑った。そこが己の居場所と知っていたから。あまりの嫌疑に辻斬りの男は何が起きたかさえわからないまま絶命した。
彼女の歩む血塗られた道は幸せな親子の行く道とは程遠い。自分はあの嵐のように笑ったことがあっただろうか。彼らのような生活が私にもあり得たのだろうか。よどんだ空気の中、手にできなかった生き方に思いを馳せた。彼女の強さには何か理由があるのかしら。